このクロスバイクギアだけ紹介しとくと、フロントは2枚コンパクトって言われる外側が50、内側34のギアですね。後ろはシマノの空9速で12から27のスプロケットです。で、カゴをフロントのカゴつけたりフェンダーつけたりしてるんで、あと荷物もどっさりの総重量が17キロぐらいですね。